立憲民主党連邦が大炎上、新党で。本日、立憲民主党の連邦さんが、立憲民主党などの民主党の残党の皆様が合流してできる新党について、ツイッターにてこのような発言をしてしまいました。野党結集へ、派閥が総理を決める政党政治ではなく、国民が主役、国民が選択できる政党に、公正公平なルールに基づく、 自由な社会、そして一人一人がかけがえのない個人として尊重され、多様性を認めつつ、互いに支え合い、すべての人に居場所がある、共に生きる社会を作る、右でも左でもなく、前へ進む選択肢を、枝野盾と有権者の声に、主権者の声に背中を支えてもらって、枝野幸男さんは立憲民主党を立ち上げました。 公文書改ざん、権力の私物化、政治と金、安倍総理退任、そして派閥政治という国民不在の政治を変えるため、今一度立ち上がりますとなっておりまして。まずですね、この立憲民主党は、ほぼ国民に支持されていない政党でございますので、国民不在の事態が続いております。 また、立憲民主党などの民主党の残党の皆様が集まってできる、新党は、まあ、そういった民主党の残党の皆様が、まあ、現在個別に派閥として存在しておりますが、まあ、その派閥が集まってできるわけでございますので、現状ですね、新党もそういった派閥政治、政党政治と、 言えるんじゃないでしょうかまた立憲民主党においては現在公正・公平・自由・多様性も存在していないことが確認されておりますえさらに蓮舫さん右でも左でもなく前へと主張されておりますが、まあ、実際には立憲民主党は共産党と連携しまた民主党の残党から保守系の議員もいなくなっているため 明らかに左に偏った政党になっております。また、立憲民主党は希望の党から排除された議員が国会議員という特権を守るためだけに作った政党でございますので、主権者の声どうこうというものは全くございません。また、権力の私物化動向と蓮舫さんは主張されておられますが、民主党政権の 悪夢においては、権力の私物化があからさまに行われており、検察や自治体やマスコミなどに対する同喝圧力も複数事実として確認されております。蓮舫さんが主張している内容は、今の立憲民主党においても、民主党政権においても、 実現できていないどころか、自ら積極的にですね、民主党の残党の皆様が起こした問題も含まれておりますので、まずは蓮舫さんなど民主党の残党の皆様には、民主党政権の悪夢について、しっかりと検証を行っていただき、国民が納得できる形で速やかに 説明責任を果たしてから、新党を結成していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。